一般教書演説はアメリカの大統領が1年に1回行う演説です。任期あと1年となったオバマ大統領にとっては最後の演説となります。就任時のリーマンショック直後の不況から立ち直った功績ありますし、オバマケア、キューバとの国交回復、イランの、核問題で合意など、成果はたくさんあります。ただ、就任時には、民主党と共和党の2つに分かれて争う米国を1つに、したいというふうに、約束して大統領になったんですが、相変わらず国は分裂気味です。12月にはカリフォルニア州でも IS 侵犯による銃乱射事件が起き、テロの脅威が米国でも高まっています。ここで焦点になるのは銃規制です。オバマ大統領はタブーに切り込むチャレンジャーです。今までもたくさんの難しい問題に取り組んできましたが、銃を保持する権利は多くのアメリカ人が自分たちが持っている権利だと信じていますし、全米ライフル協会のように、大きな抵抗勢力もあります。最後のあと1年、オバマ大統領がどのように戦うか注目です。